悲しくて悲しくて大声で泣けたら楽なのに、悲しくて悲しくて少しにじむ携帯電話、また一つ恋が終わったこと、思い知らされる。本のことは幸せになれると信じてた。どんなことがI'm not afraid to die.